久米舞は、皇室に、ゆかりのある宮中の儀式用の国風株の一つ。現存する日本最古の株とされる。古代に、久米氏の詩人が舞った古典舞踊で、画学寮で教習され、舞手は四人。久米氏滅亡後は、大友氏、佐伯氏に継承された。大城祭など、宮中の儀式の際に行われた学部。宮内庁式部職学部で、県営の冠、老犬。 くれない方に、金剣を身につけた4人の前人が剣を抜き、敵を切るふりなどをしつつ、敵を切る所作などを行いながら演じられる。七力、和言、流敵により演奏され、以下の4楽章からなる。三入音声上げ表紙やさはよ、今はよ体質音声他にもさらに短い前奏、感想が入り、2と3、この前の和言の感想部で、前が回れる。歌方は6人。 または8人で、温度は尺拍子を持つ。さらに立楽といって、起立したまま演奏するため、歌方のうち2人がワゴンを持つことになっている。久米前の起源は、早い段階から、山王権に服属した、古代の久米一族の風俗下部にあると言われており、大王への服従の制約として行われたものである。危機には、神武天皇の統制の際に、兄、勝を正当したとき、 住者の久米部が歌った、有望な久米歌のことが語られている。久米舞は、これに舞をつけたもので、古代天皇家の制服、統一を象徴する勇壮な舞である。久米部は、久米集団が、大友連一族の下で形成した、戦闘集団である。画学寮が設置されると、久米舞もここで教習され、宮廷の式学として様式化されていった。霊集家によると、 大友氏がことを引き、佐伯氏が刀を持って待ったという。飛鳥時代、奈良時代には、笛と和言の伴奏と前が付けられ、宮中の儀式で用いられるようになった。東大寺大仏海岸供養では20人の舞人によって演じられ、宮中では大城会など重要な儀式にあたって、騎士舞と共に奏された、という。平安時代以降は、大城祭の豊明世知へに、 慣例的に行われるようになったが、応仁の乱により、室町時代に一時断絶した。ところが、尾張国一宮である、霞賀神社の社家山の県林下にあった、エボシ箱の中から久め米の譜面が発見され、文政元年の仁工天皇即位の大礼の際に再興された。第二次世界大戦まで大城祭や紀元節の祭などに回れた。戦後は、 柏原神宮などで演じられたほか、平成の即位の例では、大表の儀に続いて、五節舞と共に列席者へ披露された。また、2018年3月には、宮内庁式部職学部により、国立劇場で一般公演された。ありがとうございます。